あ、硬い。あ、硬い。いただだ。まじまして、模型のロマンを探索する模型所、タンサックです。今回はアゴラモデルズさんのアストンマーチン DB5 007のボンドカーを作っていきます。はい、今回は2箱目が届きました。続きを作っていきます。パカ。この箱はね、毎回かっこいいです。結構小さめの箱だったのに盛りだくさんで入っています。これまでのアストンマーチンの組み立て動画は再生リストからご覧になれますのでよろしくお願いします。タンサックのチャンネルではダイキャストモデルの模型を中心に作っています。チャンネル登録、いいね、評価、いつもありがとうございます。めちゃくちゃいっぱい入ってるな。それでは早速作っていきます。頑張っていきまーす。ちょい8から9、10、11、12、13、14、15まで入っていました。それでは8から作っていきます。なんかダイキャストですね。はい、パーツはエンジンの本体、これにいろいろ取り付けるっぽいです。で、ここに何やらつぶつぶがついたやつとか、細長いやつとか、オイルって書いてあるやつとか、なんか細かいパーツがありますが、とりあえずパーツは全部ありました。じゃあまず、このダイキャストなんですけど、これは置いといて、これか。シリンダーヘッドを組み立てます。これがカムカバーで R と L がここに書いてあります。こっちが右だね。この R が書いてあるやつにこう長いパイプをこっち側から取り付けます。このおたまじゃくしみたいなやつがこうで、ネジ止め、まっすぐじゃない、まっすぐ、次、これはダイキャストじゃないです。 L と R がどこかに書いてある。ここに R の文字と L の文字があるので、この本体に左、こっちが左か、こっちの左に3本、ここに1、2、3と2があるので3をつけます。で、こっちが右で1、2、3個あって、ここも1、2、3個あるけんこうつけます。説明書はこっちもついてたんで L の方に短いやつをつけます。はい、おっとっとっと、まっすぐがむずい。はい、ネジ止めしたらこれを、あ、この2本をこの穴に入れます。おお、すごいギュッと入っていく。すごいすごい。接着じゃない技術がすごいな。
とか言って入らん。入らんかった時困る。おっ、おっとか言って出てくる。接着か。さっき接着線でいい技術はすごいなって言った言ったばっかりじゃない。干渉してるのはどこだ。これがちゃんと入ってないとか。これか。これちゃんと入れて、お、入った。お、できました。はい、次にここに赤文字でオイルって書いてあるんですけど、これエンジンオイルの交換のやつでしょうか。パチッ、はまった。でシリンダーヘッドに差し込む。どんぐらい、こんぐらいでいいんかな。これ入ってんのかな。これをこう、おっとっとっと、ああ硬い、あ硬い。いやこれぴったしに作るのすごい難しいよね絶対。そりゃはまらんこともあると思う。いただだ。だけど接着でもいいんだけどな、こちらとしては。いらんな。いった。いただけ。入った。ぴったり入りました。禁断のこれを使ってしまった。はい、これで8号が完成です。いやこれはめるのめっちゃ難しかったし、これがねちょっと浮いてるけど、黒いのがちゃんとはまってないとこれが浮きます。かっこいいですね。はい、続いて9号も行きましょう。9号はちょっと軽いパーツばっかりかな。おー、なんかすごい。なにこれ、緑の草みたいなのが入っています。スパークプラグを取り付けます。スパークプラグ出して、これがスパークプラグかな。6本あります。6本全部使うかな。6本全部使います。でここにポチポチ入れていきます。6本全部ネジ止めします。はい、6個つけました。次にこのディストリビューターフルートみたいな穴が開いてますが、
こっちがちっちゃい穴で、こっちが D 型になっちゃって、これを、ここにはめます。接着はしません。で、これを、ここにはめます。これがここ。向きはこうかな。おお、入った。5本の短いケーブル、1、2、3、4、5、1本だけ長いのがあります。で、U 字にこう長いのを曲げます。こうやってひらがなの詩、ひらがなの詩を作ったら、一番端っこのこの穴に入れます。で、真ん中かな、こことここに穴があるんだけど映らんかな、このここに穴があるけん、ここに入れます。ちょっとそれっぽく曲げらんといけんわ。よいしょ。接着はしません。ここと、ここに刺します。わあ、なんかそういう道具があった方がいいんかな。こうか。で、全部だね。最後の1個はここの穴に入れます。こういう動きをするわけ。よし。で、そしたらこれをプレスして平らにします。できた。これは、あ、抜けてる。ああ、めっちゃ抜けてる。これも平らにするんかな。これはこのままっぽい。はい、できました。8号と9号でここまでできました。なんか接着なしって書いてあるけど外れるんですけど、だけどここまで今までいっぱいエンジン組み立ててきたけど、ここまで接着剤使わないエンジンは初めてですね。ボンド不要っていうところでしょうか。ジェームズボンドだけにね。ほっ、いや接着したい。これ入らん。はい、8号と9号でここまでできました。実写もこんな感じなんでしょうか。めちゃめちゃ精巧に作られております。これね、はまりにくかったけど、まあ削って入れました。おっとっとっと。はい、次回からもうちょっとこのエンジンがでっかくなっていきます。お楽しみに。最後まで見ていただきましてありがとうございました。アストンマーチン DB5 の組み立て動画は再生リストからご覧になれますのでよろしくお願いします。そして探索はしょっちゅう模型作りの生配信もしています。ぜひ
チャンネル登録をして遊びに来てくれると嬉しいです。それではまた次の動画でお会いしましょう。タンサックでした。だんだん。また見てね。タンサックの動画をご視聴いただきありがとうございます。このチャンネルではデアゴスティーニさんの週刊シリーズやガンプラなど模型作りを紹介しています。また週に2回 YouTube ライブも配信していますので遊びに来てください。よかったら励みになりますのでチャンネルの登録よろしくお願いします。そしてチャンネルの登録がお済みのあなたは高評価ボタンのポチをよろしくお願いします。またねー。